にちは、ゆうです。関西の大人気番組、探偵ナイトスクープですが、これまでに神回や怖い回など視聴者から話題の放送回が多数あります。今回は、その中でも、探偵ナイトスクープのヤバすぎて怖い回を3つご紹介します。題して、探偵ナイトスクープ、ヤバすぎて怖い回、参戦。まずは、2014年1月31日放送、ついていく子供。探偵ナイトスクープ史上、最も放送してはいけなかった。まず、視聴者の皆様にお伝えしたいのは、探偵ナイトスクープとは、視聴者からの依頼に基づいて、優秀なる探偵が調査する、関西地方では知らない人はいないほどのお化け番組であります。探偵ナイトスクープ史上、最も放送してはいけなかった怖い回と言われているが、ついていく子供なのであります。この回の主人公はまさきくんという男の子なのですが、画像を見てわかるようにまるで女の子のような可愛らしさです。しかしこのまさしくんは極端に社交的すぎる性格で、初対面の人でもすぐに仲良くなってどこへでもついていってしまうのであります。実際探偵が実験してみたところ、電車に乗るわ、船にも乗るわ、ついには本州を離れてまさしくんの地元から60キロ以上も離れてしまいました。ただこのまさしくん、実はウィリアムズ症候群と呼ばれる非常に稀な遺伝子疾患で、近親者と他人の区別をつけることができず、誰とでもまるで近親者のように接してしまうのであります。というわけでこの回を探偵ナイトスクープヤバすぎて怖い回の一つとさせていただきます。続いては1992年3月20日放送、謎のビニール紐。探偵ナイトスクープで唯一途中で操作が打ち切られた回。この謎のビニール紐の回は、探偵ナイトスクープで唯一途中で強引に操作が打ち切られ謎のまま終わった回で、視聴者に底知れぬ恐怖心を植え付けたと言っても良いでしょう。このビニール紐は東大阪市内の至るところに鈴なり状態で結びつけられており、誰がこのような無意味なことをやっているのかを調べてくださいという依頼でした。しかし調査を続けても一向に犯人が判明する様子がなく、捜査は難航します。それどころか捜査中に不思議な怪奇現象が起こったりして、探偵も依頼者も不気味がっていたのであります。そしてある瞬間から突然捜査が強引に打ち切られ、以降本件に関する情報は今後一切取り扱いませんというテロップとともに捜査終了。その後同時期に探偵をしていた北野誠さんが自身のラジオ番組の中で紐をくくりつけていた張本人は特定できたものの、放送できない類の人物だったことを告白していたのであります。というわけでこの回を探偵ナイトスクープヤバすぎて怖い回の一つとさせていただきます。最後にお送りするのは2012年10月26日放送、インコ。インコがとんでもないことを喋ってるとネット掲示板が騒然。このインコの回が放送された直後からネットを中心に大反響を生み、巨大掲示板にチャンネルをはじめ様々なオカルトサイトで取り上げられたのであります。まず依頼者は奈良県奈良市在住の人で、迷子になっていたインコを保護したので元の飼い主を探してほしいというごくごくありふれた内容の依頼だったのです。しかしインコが元の飼い主から覚えたと思われる会話を放送で流したのですが、その中にまさに戦慄するような不可解な内容が含まれていたのです。そのインコが語った内容とは、このインコが発するにわかには信じがたい言葉にネット上は大騒ぎに発展しました。というわけでこの回を探偵ナイトスクープヤバすぎて怖い回の一つとさせていただきます。以上、
ゆうがお伝えしました。コメント欄より感想をお待ちしております。ご覧いただきありがとうございました。